点差ありますけど、やっぱり先頭打者が出ることで、やっぱりピッチャーとしても嫌ですし、そうですよね、打ち上げて内野フライです。セカンドです。風があります。おっと落としたか。記録はエラー。セカンドの西川、本来は、まあ、内野を守ってきてはいましたが、今シーズンは外野に入っているケースが多かった西川ですが、田中健介は DH で入っています。これで今根本が1、2塁間で途中でしたよね。2塁まで行きましたか。いや、やっぱベース付近でもありましたしね、なかなかちょっとね難しいところだったと思いますけどもね。